ちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。本当に綺麗なスタートを切りました。サークルギムレット前に行きそうです。オートキャニオンそれに続いています。さらにはサンブラッド14番ギャラントスルー、その後ろゴールドパッサー後方に控えました。もう一度先頭から先手を取ったのはサークルギムレット、これに続いてアロマアンバー、ソロエーム、そのうちに続いています。スーパークリーク後位をキープ、黄色の帽子フレッシュストリート、その後ろすぐ隣にオートキャニオン、その横にアーバンガルデル、ギャラントスルー、このままこのグループティーアクト、すぐ後ろ内からはフリーメール、赤の帽子プレシャススパーク、その後ろその外にダンシングフット、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭からアロマアンバー先手を取りました。その外にフレッシュストリート、好位置をキープしています。スーパークリーク、その後ろからはサンブラッド、黄色の帽子サークルギムレット、その後ろすぐ隣にゴールドパッサー、その外からオートキャニオン、ピンクの帽子アーバンガルデル、その後ろその隣にソロエーム、その横にティーアクト、ダンシングフット、このままこのグループ、すぐ隣にフリーメール、最後方にプレシャススパーク、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでサンブラッド先頭に変わりました。2番手はフレッシュストリート、スーパークリーク、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サンブラッド先頭、スーパークリーク先頭、2番手はサンブラッド、残り 200m、 スーパークリーク先頭だ、残り 100m、 スーパークリーク差を広げる。2番手はアーバンアルデル、スーパークリーク今強引、段違いの強さです。スーパークリーク1着、2着はアーバンアルデル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。スーパークリーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アートン・ブルドルフ、これは好スタート。カンピオーネ、この馬も好スタートを切りました。ダイタクヘリオス前に行きそうです。カリスマディバイン、それに続いています。さらにはハートオブルドルフ、2番オートイブリッド、その後ろ前に戻りましょう。ハートオブルドルフ先手を取りました。カンピオーネそのうちに続いています。内からはカリスマディバイン、アウトオブミニスター、そのうちに続いています。その外にオイスターサマー、オートイブリッド、そのうちに続いています。すぐ後ろにウエスタンタレント、ナックルボーラー、そのうちに続いています。内からはヘッドエクスプレス、その外からランディシュート、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。前に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはダイタクヘリオス。さあ先頭は依然として6番ダイタクヘリオス、ダイタクヘリオス、さらにリードを広げます。2番手はカンピオーネ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ダイタクヘリオス先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ、残り 100m、 これは強い。2番手はサンフォードカレッジ、ダイタクヘリオス強引、段違いの強さです。ダイタクヘリオス1着、2着はサンフォードカレッジ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
you